柄川の戦いで父道山を討った斎藤義辰は新たな国司として美濃統一を強引に推し進めていた。その中で道山に味方した勢力は残らず駆逐され、明智光秀も消息を絶つ。一方東海の覇者今川義元は姪の瀬名を家康に嫁がせることで三河を支配下に置くことに成功。その勢力圏は駿河、遠江、三河の三カ国に及び、いよいよ天下に号令戦と動き始めていた。斎藤今川が勢いを増す中、弟信行の命と引き換えに内乱を鎮めた信長は家中の立て直しを急いでいた。しかしそんな折、今川義元が大軍を率いて尾張に侵攻を開始したとの急報がもたらされる。桶狭間の戦い。信長様、鷲津丸根の両砦より急死が、今川の大軍が尾張に向け動き出したようで。で、あるか。頼りになる信行兄様はもういない。利家も出て行ったきり帰ってこない。姫、ないものばかり数えても勝てはしねえ。信長様、まずは家中の者たちを集めて軍議を。軍議などいらん。すぐに陣触れを出す。支度が整い次第出陣するぞ。承知。柴田の旦那、いよいよ今川と対決ですか。こりゃ手柄も上げ放題ですかね。気楽な野郎だ。相手は今川義元だぞ。本気で勝てると思ってんのか。さあ、おいらには分かりませんが、信長様なら何かやってくれると思いますよ。いい加減なことを。だが確かに信長様は諦めが悪い。なら俺たちはその諦めの悪さに従うのみ。ついに今川が攻めてきたそうね。これで織田家もおしまい。残念だわ。しまいかどうかまだわかるまい。あなた、まさか勝つ気でいるの？当たり前だ。いかな大軍も不意をつけば崩せる。俺はこの戦で義元を討つ。本気なのね。呆れた。最後に立っているのは俺か義元か。機長、お前が見届けろ。いいな。ええ、そうさせてもらうわ。やり方見せてやろう。皆の者、兵を進めよ。今川との兵力差は歴然。正面から当たっても勝ち目はあるまい。前線の味方が敵を引きつけている隙に桶狭間山を抜け、田楽狭間に奇襲をかけるぞ。敵襲か。吉本、感動にも賞を置いていたか。一
急ぎ打ち払い、戦国狭間へ向かうぞ。開門。本陣を置く前哨寺砦が落ちれば終わりだ。その前に勝負を決してやる。ここで突き落とは打ち死に。なれこんなところで打ち死に。惜しまず言いかけよ、織田勢を生きて返すな。信長様、お頼み申しましたぞ。打ち死に。あの者の死は決して無駄にせんぞ。煉瓦狭間は目の前だ。この勢いで進め。開門。吉本覚悟。皆の者、落ち着け。ご活躍。止めよう、とて無駄よ。見事にござった。この俺を止めようとて無駄よ。
読まれていたか。影武者に増援。私たちがどう動くか吉本にはお見通しだったようね。めっちゃ、うん、あそこが敵本陣ってわけね。見てなさい、すぐに落としてあげる。大変、山の方から敵が。落ち着かれよ。敵が来たなら迎え撃つのみだ。吉本は煉獄狭間に着陣したと見せかけて俺を本陣より釣り出そうとしたのだ。策が当たり、吉本は慢心しているはずだ。その油断をつけばまだ勝機はある。信長様はぶちか。くそ、俺は寝間に食いてる場合じゃねえよな。どけどけどけ、槍の又瀬様のお通りだ。またざめ、ようやく戻ったか。役目は果たした。聞こう。信長様、遅い。いいから手を貸せ。またざ、お前の力が必要だ。おお、なんだってやってやるぜ。潮時か、もう少しはやるじゃねえか。七にとどまる通りはない。急ぎ抜けるぞ。開門。終わりのうつけめ、まだあがきおる。世に立てつく愚かさをその身で知るがよいわ。そこか、吉本。次から次へと。このままじゃさすがに厳しいか。待たな、音読を助けて引き上げさせろ。起死回生の一手がある。成否はお前次第だ。分かった、俺に任せてくれ。もはやうつけは風の前の塵に同じ。家康よ、そのまま押しつぶしてやるがよい。兄上に加勢したいところだが、今川には恩がある。裏切るわけには。開門。家康、やはり来ていたか。信長様が来てくださったぞ。みんな踏ん張ってこうぜ。討ち死に。敵将、討ち取ったぞ。と駅伝、聞かせてもらう。前線の砦は手薄のようだ。奪い返せば敵の奇勢を削ぐことができよう。いやはや、さすがでございますな。せっかくの奇襲も無駄に終わった。まだ負けを認めないの。戦はこれからよ。これ式で諦めてはメイドで信行に合わせる顔がない。力負けしているか。悔しいがここまでか。打ち死に。信長様、足を引っ張っちまったようで、すみません。目覚ましきご活躍。厳しい状況だな。撃ち取ったぜ。
奪還がなったか。これで少しは砦を守って撃たれた者たちの手向けとなろう。おりゃ兄様大丈夫、こちらでるよ。トシエシエじゃねえか。お前みんながどんだけ心配したと。悪い、どんだけ詫びても済まされねえ。だから俺はここで命を懸ける覚悟だ。トシエ、お前戻ってきたのか。そのアホ面を待ちかねて立つってんだよ。申し訳ねえ、ここを切り抜けたら説教はいくらでも聞くからよ。討ち死に。もう最悪よ。なんとかしのいだな。信長様からのこと捨てなんだが。なるほどな、承知した。じゃあ砦から撤収するぞ。他のとこにいる奴らにも伝えてくれ。とにかく兵を集めろってな。敗北条件変更。戦いたくはありませんが、吉本公園の義立てがまだ。義理に縛られ忍従の道を行きたいならば止めません。だが悔いは残すな。この俺を止めようとて無駄よ。進むべき道は己で見定めるもの。行け家康、あとは好きにせよ。兄上、しばし時をください。織田は本陣を捨てて逃げ散った。うつけのあがきもここまでよな。今川が動いたか。策がなるまで時を稼がねば。今川の強さ、終わりの者どもに見せつけよう。引くことは断じて許さぬ。家康様が引かれたようだ。我らも一旦引き上げよう。敵の二だか。残らず奪っておけ。急げ。よし行くか。攻め立てよ。うつけ目に覇者の部位を見せつけるがよい。開門。来たな。全軍かかれ。油断した今川勢を突き崩すのだ。後ろから織田勢が。
川勢は崩れよう。今こそ吉本を打ち取れ。おのれ、まだあがく。いかにハムシが騒ごう、今川は微塵も動じぬわ。おじ様には指一本触れさせないんだから。やはり兄上と共に歩むのが徳川の道。瀬名には引いてもらう。家康でくれ。腹をくくったようだな。この信長こそが天下無双よ。おじさま、ごめんなさい。開門。残すは吉本の首ただ一つ。来るかうつけ、余が手づかる。引導を渡してくれるわ。戦況がひっくり返った。兄様が諦めなかったから道が開けたんだ。本陣を空にして敵の油断を誘うだなんて、あの人には驚かされてばかりね。打ち死に。とはもうよかろう。ここは引くほかあるまい。俺がやる。打ち死に。敵将打ち取ったぞ。悔しいが、ここまでか。吉本、その首もらいに来たぞ。身の程を知らぬうつけめが、己が無力に絶望し果てるがよい。
止めようとて無駄よ。見続け、壊してくれ。菅は吉本、その胆力波ではない。それも力を尽くさねばなるまい。ケメ、化けおったか。力なき者は力ある者に従うが道理だったな。左文字を掲げ天下を滑るは今川義元ぞ。いやお前の野望も左文字もこの信長がもらい受ける。それであの赤子はどうした。ああ、ああ桃園に預けてきたよ。食うに困らねえようにはしてくれるはずだ。そうか、か。手間をかけたな。なあ、信長様。少し織田を離れて、頭を冷やして。俺は、
お前ら兄弟の本当の思いに気づいたんだ。だからこの先は何があろうと信長様についてく。それだけは言っとくぜ。ああ、覚えておこう。この先ずっと今川にこき使われるものと思ってたが、どさくさで独立できて万々歳だな。それも兄上の寛大な処遇あってのことだ。この先の戦いでしっかりと恩を返さなくては。今川に従うことで生き残ってたくせに、いい気なものね。瀬名、義元公はもういないのだ。そなたもここが嫌なら駿河に戻ってもよいのだぞ。おじさまの言いつけで私はあんたに嫁いだの。おじさまはいつも正しかった。だから今川には戻らない。一生あんたから離れてあげないから、覚悟なさいね。これからもよろしく頼む。見届けたわよ。最後に立っていたのは確かにあなただった。言っただろ、俺は殺されても死な。本当にそんな気がしてきたわ。おお、お前が笑うとは。不思議ね、あなたといると心が少し軽くなる。少しか。お前の心にはまだ親父殿が居座っているらしい。そうかもしれない。いつか父上の呪縛から解き放たれる日は来るのかしら。